エリサベト王女の肖像、ベイラスタンディオールダーが、エリサベトティス・エラザスケザニアスは、ギリシャの王族女性。ゲオルギオス一世の孫娘の一人、ギリシャ王女及び、デンマーク王女。ギリシャ王子ニコラオスとその妻のロシア大公女、エレナ・ウラジーミロブナの間の次女として生まれた。姉オルが、妹マリナと共に、美人三姉妹としても手早された。エリサベトの髪の毛は、非常に濃く、 串削るのに苦労したため、家族は彼女に、羊毛、ウーリーというあだ名をつけた。馬術や描画を趣味とした。1934年1月9日、ドイツ・バイエルン州の王子主、実業家、カール・テオドール・ツー・テイリンクイコール・イッテン・バッハ、白尺と結婚した。夫は、ベルギー王妃、エリザベートの老いだった。夫との間に一男一女を設けた。百五十五年、 ガンのため50歳で死去。ホーエンド・エバルテンシュタインヤークストベルク公、ヨハネスの孫娘、オーストリア皇帝、マクシミリアンオイエン大公の長男、ありがとうございます。